半倉山は栃木県宇都宮市にある山。標高は502.1メートル。半倉山山頂部とその南陸部は宇都宮県立自然公園に指定されている。半倉山は栃木県宇都宮市の北部郊外にある標高502.1メートルの山である。笹井富谷連邦の南西側、倉掛山の北東側に位置する。北東から 南西方向に長い尾根を有し、その長い尾根城及び、そこから派生する小尾根には最高点502.1メートルの山頂ピークの他無数の小ピークを有する。山中には岩がむき出しとなっているところが多く見られるが、これは宇都宮層と呼ばれる古生層の岩石であり、チャートや年番岩、砂岩からなる。かつては、 徳次郎医師の採石も行われていたと言われているが、現在は廃れている。登録の富谷地区には、江戸時代に成立した日光街道のほか、平安時代から戦国時代に繁栄した古道旧日光街道が通り、沿道には歴史遺産も存在する。緩やかな斜面には一部を除き信用樹林が広がり、現在も里山として、 食事や材木の切り出しも行われている。山頂部には高木が茂り、眺望は良くない。宇都宮市街中北部にある戸祭山からは、長岡町の宇都宮丘陵越しに、また、八幡山の宇都宮タワー展望台からは戸祭山の戸祭排水場排水塔の向こうに、その丸い尾根が望まれる。半倉山の山名の由来を示す資料はないが、山の半ばらに、 行記作の伝法寺本尊や騎士物が増されることによるとの説がある。半倉山の山頂を目指すための登山道やハイキングコース等は整備されていない。半倉山の南東にあってハイキングコースにもなっている男抱え山からは半倉山山頂に向けて明確な踏み跡が残されており途中林道を経由しながらの登山が可能である。他山腹には 鉄塔の巡視路や舗装された林道が整備されている。他、南西6には493メートルピークに近い、ピークに向かう羽黒山登山道がある。山頂部も含め、見晴らしはあまり良くない。半倉山の登録から北陸にかけては、日光宇都宮道路や国道119号が通り、東北自動車道や国道4号方面から日光へ、 マイカーで訪れる観光客等は図らずも、東山の麓を経ることになる。江戸時代に整備された日光街道沿道には、熱心な寄進者の植樹により形成された桜並木や杉並木が現在も残されている。東山北陸の日光街道沿い、腐入街道入り口交差点脇には一律化があり、江戸時代の文化の名残を今に伝えている。 北西から南東にかけての山陸平地部には、半倉山の山体部を迂回するように田川が、北西から南東に向けて流れている。また登録には、寺社が多く存在し、伝法寺や琴平山の神社、守るまさる神社、里志賀都神社、秋葉神社など、山岳信仰の対象であった歴史が推察される。付近の寺社は、以下の通り、 日光街道の沿道である登録に多く見られるが、北西録にも小さな木星ホコラなどがある。ありがとうございます。